今日のホタカ。ひろきが頑張って考えた本日の打順。二宮もえて二番ショート固定しなきゃ殺されるんか。これねえな、結局二番今宮かよ。マジでこいつら学習能力なさすぎる。もう二番に代打見たくないぞ。二番今宮いつまでやるんや。圧倒的打力で首位独走してるのに打順でここまでボロカス言われてる球団も珍しいよな。今宮とアキラの調子がな、どっちか一本打てれば良いぐらいの期待値。二番今宮も大概やけど6番アキラもあかんやろ。パリーグで OPS 一番高いバッターの後に OPS 3割台がおるのおかしいやろ。また中村アキラスタメンでくそ。今宮好きやけど状態悪いのに永遠に2番で使い続ける意味がわからない。明日の西武の先発知らんやつでくそ。勝ち越しもろたわ。そろそろ今宮打つだろ。てか打ってもらわんと困る。この3連戦は1戦も落とせないからな。ファンも気を抜くんじゃないぞ。1回の表、先発のモイネロさん1人ランナー出すも無失点に抑える。最後のインコースは素晴らしい球。オッケーオッケー、坊ちゃんは打てよ。さて坊ちゃん。1回の裏の攻撃、先頭は周東さん。周東と栗原がピンクフルズか。なんで見守り入ってないの若いのに。ホークスストアでグッズバカ売れの模様。ショートゴロでワンアウト。先頭は出塁ならずと。続いて今宮さん。ゼロ割打者たまには打てよ。今宮打率下がりすぎやろ。いつまで2番今宮なんだろう。ライトフライでツーアウト。ノーパワー。今ミン調子落としてるのきついな。2番だから打ってほしいんだけどね。そっちに飛んだんなら復調気配なのかな。おや、今日の今宮いいのでは。このファールは今宮が調子良かった時のものでは。今宮、今のは悪くなかったのでこの後の打席に期待しよい。続いて柳田おじさん。死球ですか。単純に柳田を恐れまくってるね。あ、と思ったらレフトフライでスリーアウト。 NP おじさん、ツーアウトランナーなしやから3-0から一発狙ってもよかったな。3本。そんなに打てなくもなくない。どっかで捕まえられそう。まあ初回だし次からやな。ボーがこの感じだったら3点ぐらいは取れそうやな。2回の表、モイネロさん三者凡退。フィールディングうまいな。さすモイ。ピンクフルデーなのにバンドも柳町も上げられてないのか。国母くらいになれば営業要素は押し返せるんやね。今日こそはモイネロに勝ちをつけるよ。さあ頼むで。2回の裏の攻撃、ホタカの第1打席。ドスコイ待機。ピンクドスコイ。レフトフライでワンアウト。ああピンクドスコイならず。ちょっとずれたな。続いて近藤健介さん。イケメン待機。山川打たなかったら打つぞ。そろそろホームラン来るんちゃうか。おうおうおう。惜しかった。フェンス直撃のスリーベースヒットで先制のチャンスが訪れる。惜しい。ああ惜しい。完璧に捉えたと思ったが一番深いとこやな。おうおう、ちょっと暴走かと思ったぞ。7億の俊足でスリーベース。近藤ピンクさんすげえ。これはイケメン。今日はモイネロだから最低限7回まで投げれる。早く援護点を取れ。イケメンスリーベース。ピンクフルデーにぴったり近藤ちゃん。しかしアキラさん。続いてチャンスの場面で中村アキラさん。うつむき禁止。最低限チャンス。アキラ最低限でいいぞ。最低限でよかよ。アキラ割と最低限苦手な印象。当たりの強い右方向の内野ゴロはやめてよ。おお。タイムリーヒットで先制する。アキラ前進守備裏目。珍しいものを見れた。いいさばき。ダブルイケメンツープラトン攻撃で先制や。源田の横を抜くと気持ちよいな。愛する男だわ。前進守備に助けられたな今の。モイネロだからってのもあるけど2回から前進守備とかセーブは苦しいね。アキラ愛してる。モイ様なら1点で勝てればいい。延命タイムリー来たな。これぞベテランの技よ。続いて栗原さん。5月最強打者の栗原さんもなしやす。栗もどさくさに紛れて一本いっとけ。一気に行こう。市外局番打率からだいぶ戻したな。そろそろホームラン打つやろ。おお。連打でワンアウト三塁一塁で追加点のチャンスが訪れる。うおおおお。絶好調栗。ピンクデーの栗原いいね。復調してきてるな。最近ほんといいな栗原。近藤2番栗5番で良いやろマジで。なおかい。続いてチャンスの場面で解散。最低限お願いします。今日は絶対勝てよ。三振だけはやめてね。問題は会が最低限チャンスをしっかりものにできるかどうか。ガチの最低限でいいぞ。今日は松本に休んでほしいからあと4点くらい取ってくれ。ああ。空振り三振でツーアウト。はあ、なんやそれ。ひでえ空振り。
それはさすがにひどいぞ。はあ、さっきから何振ってるんだ。すまん、笑って。中学生でもそんな三振しねえだろ。初めて変化球見た中学生かな。今の振るのかよ。ほんまこいつ、挨拶代わりのどこ振っとんねん。ああ、あと1点欲しい。続いてもチャンスの場面で得点圏打率6割の三森さん。得点圏の三森、692はくさー。得点圏 0.692 ってなんだよ。三森会のケツ吹いてやれ。至急か、三森にビビってるやん。フォアボールで2アウト満塁になる。三森は怖いからな。三森に至急とは警戒されてるな。さすがやね、アホみたいに打ちたい打ちたいで振り回さないのがええわ。得点圏で相手をビビらせる三森。恐れられてる三森。得点圏の三森は得点圏の三森と呼ばれてるからな。ピンクフルドスコイ効果。続いて満塁の場面で周東さん。周東に託す。モイネロのために得点を。グラスラ決めてまえ。きたー。周東さんやりました。タイムリーヒットで2点追加する。周東愛してる。吉よー。周東がこんなに打つようになるとは。気持ちよく打つね。モイネロ先発試合で序盤で追加点は珍しい。すげー。これが本当にあの足以外は頼りなかった周東なのか。これはグラシアル。今の周東と前世紀グラシアルってどっちが勝ちあるかな。もうグラシアル超えてるんじゃないか。さすがに坊ちゃんは打てるよね。明日もようわからん人が先発だし、ようやくセーブは諦めてくれたか。それでいいぞ。ホークス戦は捨てて他で S 級を当てた方が絶対賢い。続いてもチャンスの場面で今宮さん。チャンスだぞ。おい今宮、ここだぞ。打率が買いになるぞ。今宮、そろそろ復活してほしいんだがな。為替に取られちゃうよ。ギータにつなげてくれ。粘るね。ええ、粘ったが見逃し三振で3アウト。この回3点先制した。見逃しかい。触れよ。カットしてほしかったかな。まあ仕方ない、19なら。まあうん、最後見逃してしまうか。まあよく粘ったが、海と今宮はほんと自動アウトやな。2番に置いたらあかんわ。調子戻るまで栗原と打順を入れ替えろ。なんで海打順9番じゃないの。海は8番が正解だな。海で終わっても三森から始まるのがいい。海打線が仕事するとやっぱ点取れるんよな。今の海打線がベストメンバーやろ。海は併用してほしいけど。粘ったというより甘い球を打てないだけに近いという。会話外れ、外国人打者そのもの。今宮さんもこの調子だと牧原復帰で遊撃争いになりうるな。まあ3点はできすぎ。3点もあればモイネロは楽だろう。3回の表、モイネロさん、ランナー出すもゲッツーもあり無失点に抑える。ゲッチュー。安心と信頼のモイモイ守備。金子でゲッツはすごい。モイネロほんと守備うまい。3回の裏の攻撃、先頭は柳田おじさん。おじさんからだ。おじさま。山田電機とヨドバシカメラ、微妙にピンクに抵抗してますよね。フォントもピンクにせよ。見逃し三振でワンアウト。三振おじさん。見逃しおじさん。ホタカの第二打席、ドスコイ待機。あとは山川がドスコイで完璧。山川ピンク似合うな、豚さんみたいで。おお、いったか。ホタカやりました。ソロホームランで5点目が入る。入ったー。きちゃー、きちやきちゃきちゃー。ほんとええの取ったわ。本塁打は大正義。これはオールスターファン投票で人気実力ともに出場間違いなし。ホタカドスコイ10号。ホタカがホームラン打つと7勝0敗。ドスコーイ、ドスコーイ、ドスコイ来たー。本当への取ったわ。本塁打は大正義。リチャードうるせー。リチャードの声がでかすぎてくさー。山川ドスコーイ。これで山川打点上げたので16連勝やな。続いて穂高がドスコイすると絶対凡退する近藤健介さん。イケメン待機。山川が打点上げた後近藤が打てない呪い。山川が打つと打てなくなる近藤。おー、捉えるもセンターフライで2アウト。惜しい。こねー。右か左やったらホームランやった。惜しい。飛距離は山川のより飛んだが方向が悪かったな。山川が打点上げた後近藤が打てない呪いでくさー。続いて中村明さん。あ、ファーストフライで3アウト。
この回ホタカのドスコイ10号で追加点が入った。サイレントアキラアウト。はあ。確認後うつむきやめい。もう今日はカットな。4回の表、モイネロさん、ツーアウトから満塁のピンチになる。ああ。死球はあかん。バッターは小賀さん。なんとしても抑えろ。押し出しかな。ゾーン狭いな。クソ狭いなこいつ。ゾーン狭くしてゲームを面白くしてろの精神か。ここはライトフライで3アウト。ふう、あっぶねえ。小久保の顔。あぶねえ。おじキャッチ。めっちゃドキドキしたわ。助かった。助かった。カーブ全然取ってくれないからきつめやな。球審ゲームを作るなよ。カイはピンチになるととにかく外外でボール球を振らせようとするな。モイネロそんなに悪くないんだからもっとゾーンに入れさせたらよいのに。モイネロってこんなぐだるもんかね。一回違う捕手に任せてみたい。4回の裏の攻撃、先頭は栗原さん。さあ栗原。レフトフライでワンアウト。タコルデロなら。タツルがピンクフルデーなのにいない。続いて解散。松中いつもの背番号の話来た。松中って買い見るたびに背番号見えるかの話するよな。あ、ツーベースヒットで追加点のチャンスが訪れる。さっき打てや。中村明らかに打たれるって相当やろ。さっき打てよ定期。なんでさっき打たないんだよ。続いて得点圏の三森さん。得点圏三森を演出。得点圏の三森来たぞ。ここで打てば7割復帰。追加点さっさと取っておじさんたち休ませろ。得点圏8番回080、9番三森692、この差よ。三森と周東のおかげで回は打てなくてもフォローしてもらえるから守備に専念できるな。進塁打となるショートゴロで2アウト3塁。うん、最低限三森の得点圏低下。続いてもチャンスの場面で周東さん。香水爆売れ転売された周東さん、やっちゃってください。女の人気最強は周東かね。今はタカガールたちは山川のホームラン見れて嬉しいやろうな。ああ、今宮勝負か。フォアボールで2アウト3塁1塁。今宮勝負とは卑怯だぞ。今宮を選ぶとか卑怯。とりあえず走ろうか。女性のみでも全世代にアンケート取ればギータが1位だろうが、そうを限定すると今は周東だろうな。続いてもチャンスの場面で今宮さん。盗塁しとけ。西武はついに先発までもダメになってきたのか。言うて安定に計算できるの今井だけだろ。ライオンズ松井は休養しそう。さすがに5月で自力首位なくなるのやばい。今宮の5月の打率が050切った。チャンスが今宮を追いかける。今宮さんたまには打って。今宮舐められてるぞ。そろそろ復活しろ。打率急降下今宮さん。あ、センターフライで3アウト。今宮さん。わあ、あのさ、もういいって。早く川瀬来てくれ。川瀬も川瀬で嫌だ。宗山指名だなこりゃ。宗山よりも先発欲しい。早くワンダーフランク来てくれ。今宮さんの打率がものすごい勢いで落ちていく。2番今宮は買わせ。このクソみたいな2択やめて素直に打順詰めるよ。8番より9番の打力優先して上位へのつながりを意識。1番も今シーズン好調。これでなぜ2番を軽視するのか。打順詰めると相手がむちゃくちゃ楽なゾーンができちゃうからな。今宮の代わりが買わせてのがな。ピンクフルデーで山川ヒーロー来い。5回の表、モイネロさん、三者凡退。久々の勝ち投手おめえ。もいもい。7回まで投げてくれると嬉しい。西武には申し訳ないけど本当にボーナスステージって感じだな。5回の裏の攻撃、先頭は柳田おじさん。初球をショートゴロでワンアウト。おいギータ、ピンクの日には柳田いつも打たんな。ショートゴロおじさん。初球打ちゴロゴロおじさん。ゴロおじ。ホタカの第3打席、ドスコイ待機。振りすぎやろ。狙っててくさー。山川今日は力が入ってますね。山川はかっこいいじゃないけど可愛いでモテるタイプだよな。ランキング変動するかな。うちの娘が山川がふくよかで可愛い言うてたから、女子中学生とか女子高生に人気あるのかな山川。ショートゴロで2アウト。ドスコナーズ。あと 1,2 点欲しいな。松本オスナ使わんとなるとちょっと心もとない。続いて近藤健介さん。イケメン待機。近藤健介さんがピンクフルデーのサイトに登場してないのはなんでですか。今日の近藤全部捉えてて惜しいやつばっかだからな。3度目の正直あるぞ。近藤健介さんやりました。イケメンすぎる第5号ホームランで5点目が入る。くそー。ふわー。イケメン
7億のイケメン NPB 最強打者来た。やったー。はい来た。7億さんすげー。来た。これはイケメンピンクドスコイ。もうクリーンアップみんな狙ってたろ。これぞ7億のアジア。さすがイケメン。これは九州の福山雅治。福岡の福山雅治。イケメン吉やー。サイクルチャンス来たな。コンちゃんがホームラン出て嬉しいばい。イケメンサイクル狙おうぜ。近藤柳田は不調短くてコンスタントに打つしレベルが違うな。イケメンめちゃくちゃタイミング合ってんのやろな。 1,2 打席目も飛距離的にはテラスインもありえた。続いて中村明さん。あ、空振り三振で3アウト。近藤健介さんのホームランで追加点が入った。うつむき三振。サイレントアキラアウト。アキラが貝みたいな三振を。まあ今日は点につなげたしいいよ、徐々に復調してってくれ。竹内は日曜日来るのかよ。日曜は竹内で今井はずれるのか助かる。西武はこれで正解と思うわ。他で今井を当てて一勝確実に取った方が絶対にいいやろし。なんか先発陣も普通に西武に勝ってないか。確か先発もリーグ1位やろ。倉野のおかげやわ。神様仏様近藤様、ホークスに来てよかったね。こんちゃん万歳万歳万歳。6回の表、モイネロさん一人ランナー出すも無失点に抑える。よしよし、6回無失点なら上出来。オッケー。モイネロ不満げ。不調っぽいけどなんやかんや0点に抑えてるからよし。モイネロもう1イニングいけるな。6回の裏の攻撃、先頭は栗原さん。坊ちゃんじゃなくなった。栗語りがしつこい松中。てかロッテ追いつかれとるやん。マジで今年ローキ微妙すぎやろ。フォアボールで出塁する。ナイセン。小久保何してん。小久保首悪いんか。首をぐるぐる回る小久保。続いて解散。バントな。バントさせないのはなんだ、ナメプか。いかにも配線処理やってそうなピッチャー。ほんとバントしとけよ。バントで得点圏見守り周到でええのに。うお。ヒットでノーアウト2塁1塁でチャンスを作る。解散、本日マルチ安打。マルチいいね。買い出した。小久保これを予知してたんか。ごめん。貝がマルチとか何が。貝拓也がマルチだと。松中が文句を言えば貝が打つ。松中は不満の模様。小久保と藤本の差がえぐいわ。クソ甘ストレートやし、そもそも貝は最近状態上がってんのに。続いて得点圏の三森さん。得点圏の三森さん。三森一発狙ってろ。まあ5点差あるから狙ってええよ。調子いい栗原三森に挟まれて危機感あるんかな。貝もう1点取ったら決まりやな。リフト前頼む。空振り三振でワンアウト。はい。それは空振りかよ。まあよく粘ったよ。なんでそんな打ち方になるんだ。続いてもチャンスの場面で周東さん。おう、モイネロ行くんか。モイネロ有原が安定してイニング食ってくれるの頼もしすぎる。ゆるゆるローテなんだから7回は投げてくれ。モイネロさん攻撃が長すぎて一死からキャッチボールを始めてしまう。周東さんはゲッツー崩れでツーアウト3塁1塁。はぎゃ。あれがゲッツーにならんのよな。今の当たりで余裕でゲッツー回避できるのは長所やな。で、またチャンスで問題の人。続いてもチャンスの場面で今宮さん。また2番かよ。周東さん、初球から盗塁成功でツーアウト3塁2塁。くそー。スタート悪すぎだが10の投警戒。ピッチャーに投げた。ダブルスチール警戒したか。完全に今宮さん温室になってるやん。そろそろ頼むよ。松中ってダメだし、しかしないな。松中コーチになったらバッティングいじるすぎてみんなボロボロになりそうだな。ええ。はぁ。空振り三振で3アウト。ブレーキすぎ。この歯。回と打率逆転するんじゃねえの。ひどい、ひどすぎる。そろそろじゃないですかね。これはひどい。今宮回と変わらんレベルになってる。今宮どうしちゃったんや。変わせスタメンでいいよ。もうチームで2番目多く打席が回る選手。今宮も10日間放牧に出せ。疲れが取れたら仕事するやろ。そろそろ2番に最強打者置いて試してもよかろう。9番ならともかく2番にこれがいるのはちょっと。今宮215回211。これ2番はきついって。今宮やっぱ打席でピクピクしすぎだわ。開幕の時に戻しなよ。さすがに明日は今宮スタメン外すよな。今日チャンスで3回凡退。勝ってるから良いものの負けてたら大先輩や。7回の表、モイネロさん古賀さんにソロホームランを打たれる。ああ。入るのか。まあソロなら。甘く入っちゃったな。まあソロなら OK よ。切り替えていこう。球数しんどいけどなんとか7回投げ切ってほしい。オスナ
モイモイ7回で多分終わりなんだから頑張れよ。くそー、さっき満塁の時打ってりゃよかったのに。あとは8回シーノ、9回ツモリ、10回オスナ、11回松本、12回藤井で逃げ切れる。そもそも今日のモイネロで1点で済んでるのは同じよ。球速はそんな落ちてないけど変化球見られてるね。モイ踏ん張れ。その後は一人ランナー出すも無失点に抑える。助かった、少し外れてたよな。あぶね、なんとか投げ切った。サンキュー球審、モイネロもよく頑張った。お疲れ。悪いなりに投げ切ったね。さすがモイモイや。モイネロお疲れさん。モイネロお疲れさん、ようやったわ。ピンクフルデー企画で黒木ひとみさんのいざ行け来ないかな。ラッキーセブンの攻撃、先頭は柳田おじさん。今日まだ打ってないおじさん。おーった、ヒットで先頭が出塁する。毎日打つんやギータ。よし、これで今宮以外先発全員安打。たんだおじさん。モイネロも高騰してる時に勝ちつかんこと多かったから、リキーマイチの時に勝ってくれても全然いいわ。つーても1失点やしな。ホタカの第4打席、ドスコイ待機。ホタミョンまたホームランお願い。ドスコイ2連発待機。ホタカも打ちました。連打でノーアウト2塁1塁のチャンスを作る。連打きた。山川の打率が上がってきた。続いてチャンスの場面で近藤健介さん。イケメン待機。コンチャンサイクル狙え。ドスコイの声援でヒット。よし、イケメン尻吹きし近藤。あ、レフトフライでワンアウト。連発未遂。ああ、打点狙いすぎ。コンちゃんの打点が少ないの査定的な意味でもかわいそうよな。2番に置けよ。去年打点を取った支援やない。今年は首位打者最多安打狙いでいい。続いてもチャンスの場面で中村明さん。たまげかな。明うつむき禁止で。2人以上走者出して無得点はやめれ。レフトフライで2アウト。またこれかよ明もな。うつむいた。当てただけ。一日一善になってきたな。続いてもチャンスの場面で栗原さん。栗村ん来い。栗原そろそろホームラン打って。ええ。くそー、ギータ謎の動き。笑いを取る柳田。おじさん無理に動くなよ。おじさん楽しそう。元気なおじさん。ギータ笑われててくそー。そろそろ栗村見たいぞ。そろそろホームラン打て。栗 vs 豆。おーおーおお。栗原さんやりました。タイムリーツーベースヒットで1点追加する。きたー、くそー。ホタカ、一塁から頑張って走ったが足が遅すぎてホームでアウト。ホタカ、ヘトヘト。くさくさくさー。遅すぎー。遅すぎてくさー。ホタカー。いや無理やて。イデさん、舐めすぎだろ。遅いんやから無理すんなよ。イデは何回やらかすんや。遅すぎー。山川の足で回すのある意味虐待だわ。無茶すんな。怪我でもされた方が怖いから。まあ山川はアウトだわな。壊れた信号機炸裂、無理する場面じゃない。栗原の打点を増やそうとした山川の優しさやろ。このぶっ壊れ信号機なんとかしてくれや。何回やらかしてんだ。マルチなのに信用のない回。山川が遅いのは分かってたこと。いでがいかん。栗原良くなってきたな。ええ、藤井。藤井最近また怪しくなってるけど大丈夫か。藤井は調整か。またよしと祝いくらいで行くかなと思ってたが。8回の表、ピッチャー変わった藤井さん、ツーアウト三塁二塁のピンチの場面で失点する。中継ぎ27イニング無失点記録はここで終了。ど真ん中よし。いやー、無失点リレー終了。ああ打たれた。ああ、まあ接戦で途切れなくてよかったわ。最近また調子落ちてきたなと思ってた矢先に、こいつ接戦怖いな。また怪しくなってきたかな。抑えてる試合も球そのものは甘い高いってのが多い。変化球はストライクゾーンないし、低めは見極められて、そりゃ苦しいわな。藤井とヘルナンデス序列入れ替わりそう。絶対にリリーフ陣は今の失点でみんなホッとしてるよね。まあ勝ってる試合で無失点記録終わってよかったな。接戦で終わったら流れ悪くなりそうだし。続いてもピンチの場面で古賀さん。狭い審判の日の藤井はあかんな。これじゃ確かに点差ある時か。延長時の1イニングしか任せられんな。最近怪しい投球ばっかやもんな。オスナがようやく上がってきたと思ったら今度は藤井かよ。ここは空振り三振で3アウト。しやー、1点に抑えたのはでかい。オッケー、よしよし、なんとか。ふーって感じ。得点圏で絶対打たない古賀くんだから助かった。
藤井大抵ギリギリで投げてるな。危ういわ。藤井は今日まで防御率1点台打線をやっとるでしょ。つもりよりはよほど信用できる。8回の裏の攻撃、先頭の甲斐さんは初球をセンターフライでワンアウト。はい。何やってんだ。続いて三森さん。西武は明日は渡辺なら日曜は竹内と今井どっちが来るんだろう。もう2人とも次のカードに回せよ。西武って敗戦処理とは言い出てくる中継ぎの防御率がみんなひどいな。ああ。ライトフライで2アウト。撤収モードやな。高速凡退。続いて周東さん。打てやー。空振り三振で3アウト。あっという間に終わった。高速三凡退。ヘルちゃんか。ヘルなんですか。調整当番かね。オスナプラスモイネロ2イコールヘルなんです。ダーウィンズンデビットヘルなんです。ワファナドルの時間だ。ヘルナンデスは去年はなんでこんなの拾ってきた感あったのに日本野球に順応できたんかな。去年一昨年の外人たちの中で一番使えるようになってる。9回の表、ピッチャー変わったヘルナンデスさん、三者凡退で試合終了。勝ち、今季最多の貯金15、ホタカ、ドスコイ10号、ホタカ、37打点。しやー勝った勝ったばーい。もいもい勝ちでよかったな。正直みんなコントロール怪しかったけど、終わってみれば1失点。うえー、勝った。ヘルナンデス普通に優秀だな。モイちゃんほどコントロールと変化球キレキレじゃないけど勝ちパターンいける。また明日は西武は裏ローテですらない知らんやつが先発で、こっちは大津やし勝てるやろ。西武は完全にボーナスステージと化してるからな。一戦でも落としたら実質負けやで。打線強いけどマジで怪我だけだな。特に山川、山川が欠けるだけで全く違う打線になる。ヒーローは周東とモイネロか。周東がヒーローで高ガールもにっこり。おまけに山川のドスコイも見れてにっこり。なんだかんだで7回投げてくれてサンキューモイちゃん。モイネロ滑らかな日本語でくさー。てかオリックスまた負けてるやん。これでオリと 10.5 ゲーム差か。まだ5月のこの時期にこれだけ話すとなると、もう警戒心緩めていいかな。シーズン前誰かが言ってたけど、ホークスがどんだけ弱くても最下位にはならないけど、オリックスは一つ間違えると最下位あるからなとか言ってたけど、まさにそうなりそうだな。オリファンたちはまだこれでも気づいたら首位にいるとか言うんだろうか。オリックスだけじゃなく他も同じようなもんだから、ハムがこの状態を維持できるならハムとの争いかな。まあホークスも安心できないんだけど、でも薬病神さんはもういないからな。ホークスは日曜和田なら、和田と竹内。和田は西武で消化するのが正解だな。てか和田は西武行ってたら最弱打線と最弱リリーフで一勝もできなかったやろな。カモメだけど引き分けといたぞ。ゲーム差 0.5 拡大ゲット。ロッテの攻撃に希望が見えない。ハムはビジターでは5割切ってんのにな。ロッテも勝ちきれんな。 0.5 ゲーム差だけ開いたのはまあプラスだな。明日負けたら西武自力優勝消えるのに渡辺て。明日初物だけど打てそうか。打線はとにかく打てない人は調整させてほしい。打率175のベテランを一塁のスタメンで出すのそろそろやめてくれ。タツルが二軍で冷えてきてるな。ウォーカーはもう無理じゃん。 DH を休み場所にする方が勝てるし。ウォーカーは普通に下でもあかんな。今日2番が機能してたら10点ぐらいは入ってそうな試合だった。今宮は下位打線に置けんか。ランナー出てても山川が掃除するか消すかなので、近藤の打点が山川の半分以下なのちょっとかわいそう。あんまり調子いいやつで固めて同時に不調になられても困るから、適度に我慢組を挟むのは良いと思う。中村晃にある程度期待ができる状態なら、早めに山川にダイソーを送ったりもできるし。小久保はマジで我慢強いな。どんだけ我慢するんやろか。晃今宮の復調待ちはまあ意図はわかるが、晃については同じファーストならリチャードの成長にかけた方が未来があるから、何とも言えん気持ちにはなる。まあ小久保は期待なんてあやふやなもんじゃなくて、実績を優先してるから晃使ってるんだろうし、それはそれはそれで指揮官として間違ってない。なんかそろそろ今宮の調子戻ってくる気がするな。明日あたりから打ち始めそう。オリの話するとまたボールガーという妖怪ジジイが来るからやめとけ。オリックスは本当に上がってくるんか。もうオリックスはいいかな。もう上がってこなそうだし。でも他にライバルがいなくて、このまま独走して優勝しても確かに面白くないかもな。まあ問題は交流戦やな。さすがにこれだけ話せてたら交流戦だけで一気に縮まることはなさそうだけど、まあ他など気にせずってとこかな。去年は同率で優勝を逃したけど、今年こそは優勝に期待やな。2022年は同率で優勝を逃し、2023年は12連敗しているから、まだまだ油断してはいけないと自分に言い聞かせつつも、ニヤニヤしてしまいます。
モイネロで初戦取れてよかった。勢い切らさず明日も頑張ってくれ。てか明日の渡辺って誰？初見。また初物に弱いとかやめてよ。穂高穂